こんにちは、ジャズ喫茶バリエレラのもちろんです。今日はですね、ピアノトリオをお届けします。お待ちください。はい、始まりました。今日お届けするのはこちらのレコードです。ピアニストはドン・ランディというこの人です。ちょっとジャケット変わってますよね。なんか正体不明のような感じがしますけども、そのドン・ランディのトリオでベースがリロイ・ビネガーという、まあ、ウエストコーストで有名なベーシストです。でドラムスがメル・ルイス、これもまあウエストコーストで有名なドラマーです。そういうことなんで、まあ、ウエストコーストといえばウエストコーストの人間たちですね。で彼はちょっと奏法が変わってるんですね。なんていうか、ちょっと一つのカテゴリーには入れれないような、なかなか魅力あるすごい高速である曲を弾いたりとか、そういう人です。一癖も二癖もあるような、まあ、風貌も見てもそうですよね。で、アルバムタイトルが Where Do You Go From Here? これで今お客さんにしてる曲がですね、Waltzing Matilda っていう、Waltzing Matilda っていう、何かオーストラリアの曲なんですね。オーストラリアではもう国歌と同じぐらいに有名な、まあトラディショナルというか、その Waltzing Matilda という曲なんですね。非常にこのレコードでも非常に異彩を放っている演奏、すごくいいですよね。聴いてても気持ちが良くなる、この感じもいいですよね。はい、非常にセンスのあるピアニストです。他にもですね、まあ、枯葉とかも、この枯葉がまた変わってるんですよ。すごく高速の枯葉を弾いたりとかですね、 I Love Paris とか、まあ、スタンダードもやってますし、自分のオリジナルもやってます。こういったことで、これは、まあ、一部の間では非常に有名なレコードなんですけども、なかなかそう簡単には手にすることはできないようなアルバムなんですけど、ぜひ気に入っていただければ私は嬉しいです。ということで今日はドン・ランディのピアノでワルツィング・マチルダをお聞かせしました。バレリーナのおじちゃんでした。じゃあ、そういいよ。